皆さんこんにちは、タッシアンダンサーギャバンです。 PS1 のですね、音切り層蘇生編、第2週ということでやっておりますけれども、まあ、今のところちょっとこう、なんでしょう、途中途中の道は少し違ったりとかね、お風呂の中が急に寒くなったりみたいな展開は初めてではあるんですけれども、まあ、大筋は一緒なのかなという感じですね。今のところなんか第1週と同じような展開が進んでおります。屋敷内を、僕はどれだけ走り回ったのか、途方に暮れているといつもここへ戻ってしまう。ギャバン来て。突然波の悲鳴が聞こえた。僕は走った。よかった生きていた。急がなければ。よかった生きていた。声のした部屋はすぐに分かった。ナミ、おー久しぶりだね、ショコ。僕は飛び込んだ。ナミは書棚の前で立ち尽くしていた。ギャバン見て。ナミが差し出したのは古びた写真だった。あーこれね、怖いよなこれな、人形じゃないの。そこには二人の女の子が写っていた。すぐにナミの子供時代だと分かる顔だ。もう一人の女の子も同じ顔をしている。私と姉のナオミ、私たち双子だった。ここはやっぱり私が生まれ育った家だったんだよ。バカだな、僕は笑った。偶然だった。よく似た女の子ぐらいどこにでもいるさ。じゃあこれでも。ナミは写真の裏を返した。そこにはナミとナオミ3歳誕生日とあった。僕は絶句した。いや、ナミは僕を押しのけて、なんなんだよナミー、来ないで。私は誰かを死なせているのよ。出なければこれから誰かを死なせるのよ。バカなことを考えるなナミ。あっちに染まった自分の手が見える。この手で私は誰かを殺すのよ。バカ、俺がそんなことはさせない。ギャバン、ナミ俺の言うことを聞け。ギャバンこそ聞いて。ナミは叫ぶ。私が殺すのはギャバンかもしれないのよ。ナミの泣き声が廊下の闇に消えた。ナミ、このままにしたら僕らは終わりだ。終わりだって、まあやっぱりナミのことを、まあ、ものすごく主人公はやっぱ大切に思ってるのかな。ナミを探して僕は水槽の前まで来た。よどんだ水が不意にうねった。巨大な鱗がよぎるのが見えた。怪魚。その魚は人間の体ほどにでかい。こいつは人でも食うのだろうか。出た魚編。見ると床は水浸しだ。まさか何かこの怪魚に。その時食堂の方に人影が消えた。あの後ろ姿は波だ。波、飛び込もうとして僕は息を呑んだ。後ろ向きの波は足元の誰かへナイフを突きつけている。許して、弟のためなの。変なこと言っている。ナイフを持った手はブルブルと震えている。できない、やっぱりできない。ナミは低く血を吐くように叫んだ。やめろナミ。僕は叫ぶと床から一人が起き上がった。ギャバン逃げて。それはナミだった。ナミ、ナミが二人いる。いや違う、ナイフの女はナミではない。ナミの姉のナオミなのだ。やめろ。僕はナオミに飛びついて羽交い締めにした。後ろに何か来た。あ、僕はあっと思った瞬間、目の前が真っ暗になって叩きつけられた。薄れていく意識の流れ、僕はあの足音が去っていくのを聞いた。今回のナオミは実体がありますね。一周目は実体なかったけど、どれくらいの時が過ぎたのか。気がつくと、あたりはやけに静まり返っている。誰もいない。床には水浸しの妙な、うおー、魚人がいるぞ。それはまるで、尾ひれのような。あの水槽の怪魚が立って歩いて、僕を後ろから殴り、どうやって、ナオミとナミを連れ去ったのだろうか。想像すると、背筋が寒くなった。僕はハッと、食堂の戸口の陰に隠れた。調理場の中にナミがいる。なんだかちょっと様子がおかしい。僕は危うく声を上げそうになった。なんとナミは包丁で自分の、うわ気持ち悪い、手首から血を出した、うわ気持ち悪い、これは無理だ、俺は手首が嫌いだ。ナミがゆっくりと振り返った。次のページに行け。ギャッギャバン、どっかからナミの悲鳴が聞こえた。ナミ、ナミではなく、ナオミか、おめえ気持ち悪いことしやがってこの野郎。ナミの叫び声で、今行く。僕は駆け出した。私勘弁してくれな。ナミはピアノホール、2回目ですね。僕はそのあまりの異様な光景に心臓が飛び出しそうになった。ナミは2メートルもある怪魚に襲われていた。ギャバン助けて。これさ、怪魚はどういうやつなの。魚人なの、それとも魚だとすると水ないからこうビトンビトンって感じ。
怪魚はナミを両びれでピアノに押し付け、カメレオンのような長い舌で舌をナミの首に巻きつけている。立ち立ってんのか。怪魚を尾びれを足のようにして立っていた。顔の大部分を占める巨大な口からピラニアのような鋭い歯がむき出しになっている。あの息遣いだ。こいつに僕はやられたのか。ギャバ助けて、ナミ待ってろ。恐ろしさなんか吹っ飛んでいる。この化け物来い。僕は手近の椅子を手に取るとそれを振りかぶった。こちらを向いた怪魚はギラリと赤く光った。うわっ。僕の体は宙に浮いて叩きつけられた。僕は気絶したふりをして手頃なガラスの破片を握りしめた。ああ自分も怪我するぞ。怪魚は波に再び襲いかかろうとして、僕は羽を突進した。狙いがそれた。ん、怪魚の口が目の前に迫った。えい。うわこれ背景は何だ。わかんないぞ。僕は思い切りガラスをその口の中へ突き立てた。怪魚のやつはパリパリとガラスを噛み砕いた。うわぁダメだ。こいつやん、ガラスもただの食い物でしかない。危うく僕は体をかわした。ナミ逃げるぞ。僕とナミは夢中で走った。どこをどう走ったか。もう少しで出口だ。ねえあの人はどこ。ナミがいきなり立ち止まった。姉さんなのよ。ナオミは私の姉さんなのよ。僕にはもう否定する気力もない。人二人は本当の双子姉妹なのだろう。だけどナミとにかく出よう。これ以上ここにいるのは良くない。いや私の声。もうモンスターに追われてもナミのめんどくせえ女発動。僕は10秒間口を開けたままだった。ナミ何を言い出すんだ。二人で逃げる。俺はナミを置いては逃げない。いやいけばだって私のお姉さんだもの。ナミは涙を浮かんで叫んだ。かなり高ぶってる。無理もない。つい数時間前まで何も知らない両家のお嬢様がいきなりミイラと鎧と怪魚の住処が自分の成果だと分かってしまったのだ。私ここで生まれたのよ。背比べするくらいまでここで育った。それを 何にも覚えてなかったね。どうして。私はどうして今の私なの。東京のお父さんやお母さんは一体誰なの。ナミ。僕にはうまい言葉が見つからない。ナミは泣き濡れた顔を上げた。私姉さんに確かめてくる。あ、ナミ。飛び出してしまった。ああ、めんどくせえ、ナミ。この物語の先般はナミですよ。僕がたとえなんか昔懐かしい家だったとしても、化け物もいて死体もある家に長くいようとは思わないけどな。僕は焦った。ナミ、な、いや、先ほどの様子を。僕はナミが離れ離れだということをわざわざ敵に知らせるようなものだ。穴をね。敵、しかしその敵とは一体誰なんだ。2階だ。僕は階段を駆け上がった。ナミの気配がする。いよいよナミの気配まで分かるようになったのか。お前はナミどこだ。ここ。ナミは僕らがミイラの間と名付けた部屋にいた。もう2人とももう間取り分かっちゃってる。2人で最初に車椅子のミイラを見つけたあの部屋だ。ナミ。ナミは日記を読んでいた。ミイラのものと思われるあの日記だ。お母さんの日記だったの。ナミはパラパラとページをめくった。13年前の事故のことが書いてある。13年前の事故。お母さんの運転で乗っていたのは当時7歳だった私とお姉さんの直美、それから弟の直樹。弟。一周目では弟っていう存在出てきませんでしたね。弟の直樹が、まあ呪いなのか人体実験の結果、怪魚になったと私は踏んだ。私たちには二つ下の弟がいたの。ナミは泣き晴らした目をしている。弟はその事故で動けない体になっちゃったんだって。事故のすぐ後で私は養女に出された。それからが大変だったみたい。僕はナミの差し出す日記を手に取った。僕はざっと目を通してみたが、そこには体が不自由になった弟の世話をし続けたナオミの苦労と、生来の病弱のためナオミに一切を押し付けてしまっている母の苦しさが切々と訴えられていた。ナオミにすまない。ナオキには死んでも詫びようがない。日記はそんな言葉ばかりで埋まっている。ナミは日記の先を示した。12歳になった時、弟は魚になりたいって言い出した。おお、僕の予想通りだ。魚に。ええ。体の動かない車椅子の生活なんかもう嫌だ。僕は魚になって広い海を自由に泳ぎ回りたいんだって。ナミは泣いていた。あの車椅子が弟の使っていたものだったのね。それでその弟は死んだって書いてあるのか。首を振った。日記は
夫が、あ、弟が12になったところでぷっつり終わってるんだ。6年前のこと。その後でこの屋敷では何があったのか。私たちお母さんならもう会っているのかもね。僕は考えたことを何か言った。ミイラね。それはそうか。きっと弟も死んだんだ。一番苦労したお姉さんだけが残った。日記で見る限り、ナオミは心優しい女のように見える。私、お姉さんに会って確かめたい。ナミはきっぱりと言った。ギャバも手伝ってくる。お姉さんがなぜ私たちから隠れるのか、それも知りたい。俺、あんまり繊細じゃないな。俺、あんまり賛成じゃないな。姉さんがしたことを忘れたのか。俺たちは何度も殺されかけたんだぞ。きっと訳があるのに。お姉さんはいい人だわ。僕はなお反対した。この屋敷の住民が、もしナオミ一人だとしたら、今まで起こったこと全てはナオミがやったことだ。それでもいいのか。分かったわ。ギャバンが怖いならいい。私、もう、だからナミはさ、結局さ、ギャバンが反抗するとさ、もういいの、私一人で行くのって言ってさ、で、また単独行動でしょ。で、ギャバンは優しいから探してあげるわけですよ。で、ナミもそれを分かってるわけですよ。で、ナミって来ると、あ、ギャバン、助けてって。なんだこいつは。なんだかムカッパラが立ってきた。そうだよ、勝手にしろ。一卵性ソーセージ同士で殺し合いでも何でも勝手にやるかいいや。おお、言うね。あ、でもね、プレイヤーの僕も同じ気持ちですよ。全く人を振り回してね、何を考えてるんだね。書斎だ。僕は迷った。逃げるべきか行くべきか。身の安全のために。もう逃げよう。身の安全のためには逃げた方がいい。しかし行けば何かは分かるような気もする。えい、弱虫め。そうか、お前は結局ナミなんだな。書斎に入ると無人の車椅子が。ミイラはどこにもいない。いつの間に車椅子がこんなところに。机の上には平積みされた本があった。風もないのにその本がパラパラとめくれた。それは悪魔の書だった。もちろんラテン語ともサンスクリット語とも知れぬ難解な言葉で書かれた原書だったが、この本の表紙なら前に何かのテレビ番組で見たことが。僕は悪魔の本を手に取って開いた。あ、僕は思わず声を上げた。そこには怪魚の図があった。人間から怪魚へ変身する様が図解されていて、それに必要な小物や薬品を作る材料が示されているようだ。ヘビ、コウモリ、ネズミ、トカゲ、カエル、子猫のナマク、そしてオトギリソウ。なんてこった。僕は思わずうめいた。これは人間を怪魚に変身させるブラック魔術、いや黒魔術でいいでしょう。ということはあの怪魚は人間だったということ。別のページには逆に怪魚を人間に戻す方法が示されている。なんということだ。僕の心に悲しみのショックが広がる。母が事故を起こした。息子は動けない考え方、そして魚に返じることを念じ、そうなんだ。今姉はその弟を元に戻そうとしている。ああ、そうなのか。水槽、その時僕は考えるより、まあ考えなくていいか。ホールへ走り込んだ途端、水槽の異常はすぐに分かった。水槽は空になっていた。そして怪魚は消えていた。たった今聞こえた水音からものの10秒とも経っていないというのに、あの大量の泥水、あの巨体はどこへ行ってしまったんだ。あ、空の水槽の底の方に清水のように今度は綺麗な水が湧き出してくる。水はみるみるいっぱいになった。どうなってるんだ。これってやっぱり水槽ってもう人の背丈をはるかに超えるでかさなのかな。これで見るとなんかそんな感じですよね。僕は裏側のはしごに飛びついて水槽のてっぺんまで上がった。その時駆け込んでくる足音が聞こえた。ギャバ、危ないから降りて。ナミ、どこ行ってたんだよ。お姉さんを探してたんだけど急に嫌な予感がしてね。早く降りて。俺は大丈夫。ナミさえ無事ならそれでいいんだ。僕は水槽を見下ろした。そしてその水を手を入れようとした。改めてその水を、もうね、僕はね、もうこの話にね、イラついてるんでね、ちょっと危ないことにしてみましょう。その水に手を入れようとした。やめて！ナミが叫んだ。僕は伸ばした手を引っ込めた。その拍子に水槽のヘリに置いてあった空缶が落ちた。缶は一瞬のうちに溶けてしまった。硫酸よ、きっと。やっぱりナオミは俺たちを殺す気なんだ。そうは思いたくないわ。お姉さんに会えば全てわかるわ。硫酸ってなんかそんな綺麗な水に見えるの？そして上から何か落ちる。おとぎそうだ。おとぎそうはあっという間に溶けて消えた。いいから逃げるんだ。僕はナミの手を掴んだ。待って、怪魚だ。あっちよ、きっとお姉さんもいる。おっとけ、ナミ、逃げるんだ。ナミは僕の手を振りほどいて叫んだ。行きたければ行って。私、家族を捨ててはいけない。家族、
僕はナミのために戦おうと決めた。勝手に決めるな。それが愛する男の正しい態度だ。そんなことないよ。よし、分かった。もう何も言わない。行こう、ナミ。もう僕だったらこんな感じですよ。もし行くとしてもね。ありがとう、キャバ。もう俺はお前のことが嫌いだよ。お姉さん悪い人じゃないと思うの。私をナイフで襲おうとしたのには、まあ、きっと何か訳があると思うの。まあ、弟を治すためにね、なんか女の、なんか生首が必要とかあるんじゃないの。ナミは夢中で言った。いいんだ、ナミ、もういい。だってあの時お姉さん泣いてたんだもん。泣いてた？それ知らなかった。泣いていたの。私に向けたナイフはブルブル震えて口の中で私に謝ってたような気もするの。そうかもしれない。もしも本気でナミを殺す気だったら、ナオミはあの時とっくに殺していたろうと思う。じゃあ血を取ってたのは何だ。餌よきっと。餌は気持ち悪い。怪魚きっと若い女の血を欲しがんのよ。気持ち悪いな。もうお姉さん自分の血で飲ませた。キャー、やめて。はい、女の姫ナオミ。あ、今回はナオミは悪いやつじゃないんだ。今回はね、前回はもう完全に元凶というか、ね、呪いに負けてしまった元凶みたいな感じでした。やめて、お願い直樹。あ、お姉さんが。僕とナミは走った。食堂か。ジョーズの暴れた後、戸棚や椅子は砕け散り、粉々にされた食器類が飛び散って、その中に頭から血を流したナオミが倒れていた。お姉さん、おい、しっかりすんだ。僕らが抱き起こすとナミはうっすらと目を開けた。ナオミさん、君はナオミさんだね。うなずいたナオミはナミを見ていっぱいの涙をかけた。キャバンさん、ナオミはいきなり僕の名を叫ぶ。ナミを連れて今すぐここから逃げてください。もうずーっとね、お姉さん聞いてくださいよ。僕はね、ずーっとナミをね、逃がそうとするんですけどね、このナミがね、全然言うこと聞いてくれないんですよ。お姉さんの方が何か言ってやってくださいよ。お姉さん、あの子はもうダメ。ナオミは弟の怪魚のことを言った。私何度も元の姿に戻してやろうとしたんだけど、お姉さん、悪魔の書を読んだ。最初は何が書いてあるかさっぱり分かんなかったんだけど、弟にできたことが私にできないことはないと思い直して、何年もかかって私はあの本が読めるようになった。それで、すごいな。弟を元の姿に戻す薬を作るのにはいろんな材料が必要だった。とても気味の悪いものばかりだったけど、それでもなんとか集めた。でもどうしても最後の最後まで手に入らないものがあった。ナミはハッと顔を上げた。お姉さん、まさかそれは。そうなの、ナミ。それはあなたの血。あの子を元の体に戻すために最後にどうしても欠かせないもの、それは二人の姉妹の血の結晶、つまりあなたと私の血だった。まあ、そのためにいろいろな細工をして私はあなたをおびき寄せたわ。ああ、だからまあナイフを飛ばしたりとかしたのか。それで君はナミの血を。いや、できなかった。だってこの13年というもの、誰よりも会いたいって思い続けた妹だ。ナオミは声を出さずに泣いている。だから私、なんとか私の血だけで間に合わせようとした。そしたら逆効果だった。逆効果。私だけの血では薬にならなかった。私忘れていた。一人の若い女の血はあの子をかえって凶暴にしてしまうだけだった。なんちゅう大事なことを忘れとんじゃ。君はうっかりさんばっかりだよ。来た。ナオミは身震いして立ち上がった。全ては私の責任だ。私は私が何とかするから。ナミはギャバンさんと二人で逃げる。それから二度とここへ戻ってこない。お姉さん、私そんなことできない。行って、ナミ。お母さんだってそれを望んでるわ。お母さんどこにいるの。もう知ってるでしょ、あのミイラがお母さんに。ナオミは言った。お母さん、事故を起こして責任を感じてね、気に病んで、そのうち何も食べなくなって、髪が真っ白になって、とうとうミイラになってしまった。それも母の愛だったのだろう。僕らは厳かな悲しみに打たれた。誰も悪くない。事故を起こしてそれを悔やんだ母。動かない体で、魚になりたいと願った弟。そして弟を救おうと、自らの血を与えた姉。私だけは何もしてない。ナミが悲痛な叫び声を出した。私だけは何もしてないのよ。ナミ、落ち着くんだ。話して。ナミは僕を突き飛ばして駆け出した。ダメよ、ナミ。ナミ、止まれ。僕とナオミの作業も虚しく、ナミの足音は奥に消えた。捕まえていけばさ。ナオミは青くなって叫ぶ。ナミはナオキに食べられてしまうわ。え？一度血の味を知ったら、どんどん若い女を食べたくなる。若い女を一度食べたら、どんどん力をつけていくんだって。キャー、ナミの声だ。ギャバンさん、ナミを助けて。お姉さんもだいぶ先般だな。言われもまあでもなく、まあ、ナミキャー、ナミー。もう二度と返事は返ってこない。僕はナオミともはぐれてしまって、どうすりゃいいんだ。ナミー。
静まり返るだけ。波、僕は部屋から部屋を探しまったが、どこにも波の気配すらない。はい、ということでね、まぁ、ちょっと中途半端なところでありますけれども、2週目のね、パート4はここまでにしようと思います。まぁ、第1週でもちょっと思ってましたけども、このね、言うこと聞いてくれないナミちゃん。いや、ほんと大変ですよ。ほんとに。ほんとね、この主人公は、まぁ、どれだけナミのこと好きなのか知らないけれども、ちょっと愛想つかしてもいいんじゃねって、僕はちょっとナミのことが嫌いですよ。まあ少なくともこの2週目に関してはね、何回も主人公変えろ言ってたやんけ。で、自分から何もしてないっていうね、勝手な思い込みでね、あの弟の方に行ってお姉さんにも迷惑かけ、まあそのお姉さんもだいぶ悪いんですけれども、ね、悪魔の章の内容を解読したんであればね、不用意なことをすべきじゃなかった。そして後付けされる設定ね、怪魚は血を飲むと、一人の血を飲むと凶暴化する。そしてその味を覚えると人間を食うようになる。みたいなね。結局ラストに向けてラスボスのパワーが強まっていくんでしょう。さあ、今回魚編ね、どのような形で着地するのか。まあとにかく僕はね、まあとにかく主人公だけでも生き残ればいいと思ってますよ、本当に。パート5に続きます。アシアンダンサーギャバンでした。ありがとうございました。マルルー。